こんにちは、ゆいです。今日は今川崎駅にいるんですが、こちらのですね、今からこちらの快活クラブの方へ行きたいと思います。なんでね、快活クラブに行きたいかと言いますと、私今すごいワンピースにハマって読んでてね、リアルタイムで小学生の時からずっと絶えず読み続けてるんだけど、最近ね100何巻かな、最新巻が出たのね、で私ジャンプじゃなくて単行本で読んでるの、あまりにも今回の単行本の最後が気になる内容で終わったんですよ、もういても立ってもいられないの、で、ジャンプのバックナンバーを読む方法ってね、携帯で調べたら、なんていうの、レンタルコミックみたいなサイトで、バックナンバーを1巻ずつ買うか、快活クラブで行くかっていう方法が出てきたの、快活クラブにあるんだっていうことでね、先ほどね京急川崎店に電話して、バックナンバーはございますかって聞いたら、私17号から見たいのね、それが単行本の終わりの次の輪が17号なの、なのにね19号からございますって言われてねちょっと2は足りないんだけど、私の作戦としては、快活クラブの中に入って、さっき言った、ネットのね、290円でバックナンバーを2巻だけ買って、600円かけて、それを快活で読み終わったら、バックナンバーの19号に手を取ろうかと。とにかくですね、快活クラブに行きたい理由は、ジャンプのバックナンバーを読みたいということで、それと、快活クラブって前から気になっててね、最近私ね、高須幹也先生、高須クリニックの、息子さんの YouTube 大好きでね、すっごい見てるんだけど、快活クラブに行く、輪があってね、すごい好きなの。で、本当は、その中でね、ブースの中でご飯とか食べてみたいんだけど、この後ね、五右衛門に行きますから、ゼリアの。ちょっとご飯とかは食べれないんだけど、どうやら、ドリンク飲み放題だったり、ソフトクリーム食べ放題だったり、私たち満喫行くの何年ぶりかね。いや、わかんない。やばいよ。もしかしたら10年以上経ってるかもしれない。いや、10年以上全然経ってる。10年よりも経ってるかもしれない。昔ね、若い頃はね、やっぱ終電逃しちゃって、始発待つためにね、満喫って行ったりとか、それこそそういうこと、なんかパソコンとかもさ、今みたいに普及してなくて、パソコンが使いたくて満喫に行くマンボウとかさ、そんなことをしてたんだけど、とにかくね、だいぶ久々の満喫ということでね、どういう場所なのかレビューしたいと思います、快活クラブはね、会員登録が必要で、こんなのね、みんな知ってるかもしれないんだけど私たちがね、行ったことがないだけかもしれないんだけど、入会金がね、300いくらかかるんだけど、先ほど見せたね、このアプリで仮会員登録してお店で身分証出すっていう方法をすると、入会金が無料になるということでね、私もボンちゃんもアプリを取得済みでございます。あとは身分証を見せるだけです。やってきました、京急川崎駅前近くの快活クラブ3階。ああ、くら寿司のビルか。そうここね、ちょっと怖いビル、怖いちいかわとくら寿司のコラボの時に行った、ちょっと怖いビル。フィットネスジム、くら寿司、私生活できるかもしれない。あら、いい感じの入り口、ワンピースとは思えない、バリ島みたいな、すごいね、こういった感じで料金、あ、ちょっとアジアンチックな、はい、そうそう、私たちはこのブーストファミリールームで、はい、2時間ぐらいだから、この辺かな。セルフレジだからもうね、店員さんがいませんね。自分でやんの？そうそう。そうなんで持ってます。はい。会員制 OK です。持ってる。快活アプリで登録しました。あ、これだ。これですね。おお。店員さん来るのかな？はい。これだよね。免許証送るんだ。すごくない？オッケー。裏側だって。あ、裏側？はい。で、これで完了しまして、こっちで更新するを押すと。あ、オッケーです。じゃあ、もんちゃんやろう。本会員になれた。なれました。レギュラー会員です、私は。
で今度本会員になったからこっちでできると。本入店のお客様、管理者あります。はい。もんちゃん貸して。はい。おお。禁煙の何これ、オンラインゲームもやんないし、そういう通常席でいいか、うん、大丈夫。おー、あ、ほんとこういう感じだ。え、どれにするの？リクライニングシートにしといてね。うん、リクライニングシートの、え、あ、あ、嘘、ほんと、あ、え、ちょっと待って、あれどうしようか。じゃあやっぱこのフラットで連結シートにしようか、うん、あ、これだね、つな、うん、がりたいもんね。あ、一人一部屋ってことなんだ。そう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 、あ、そういうことか。ここと、あ、2名で入れる席なんだ。あ、部屋なんだ、うん、じゃあいい、うん、あ、できた、できた、ちょっと、あ、これでいいのかな、 OK、うん、はい、こういう備品も充実してて、ポテチとかも食べれるよ。これをピッてすると中に入れるんだ。これ、いくよ、うん、はぁ、すごい、すごい、ちょびっとタバコ臭いな。そうだね、ね、部屋は禁煙でも喫煙の部屋もあるんだもんね、うん、すげ出てくるって書いてあった。
棚44番。OK。OK。44。あ、ここだ。ここね。19台どこ？あった。あった。多分43と44とか読んでないと思う。46番。46番ありました。まだ全部読んでないんだ。15巻サイズがまずは携帯の方でジャンプを読みます。充電がない。親切にこんなコードが。じゃじゃん。これ。ワンピース持ってない。休みみたい。17だけでいいんじゃん。じゃあいいや、1話ぐらいだったらすっ飛ばして、うん、あの21から読む。もしかしたらお休みの時があったの。あ、見て、21号に連載再開って書いてある。連載再開。21号持ってくる。少ない？安っ。
初めね、2人であのピッピッてやったから、うん、あの1つのね、フラットスペースに案内されちゃって、うん、で私はこう連結できるっての知ってたから1人1部屋でね、そうそうそう、であの店員さんにお願いしてね、うん、あの急遽88、89に変えてもらったの、うんうん、まあ、そしたらちょっと最後ね、お会計に手間取ってしまって、うん、あの店員さんにやってもらったんだけど、うん、まあ、今度から来るときは、うん、あのピッピッて2人案内で、うん、1回1回やって、うん、あの勝手に連結してくださいっていう感じでね、うん、でちょっと今回お盆料金っていうことでね、うん、あの平日の あのあれが使えなくて、うん、でもねここにね3時間枠1690って書いてあるから、うんうん、私たちね2時間23分いたのか、うん、だからこれ3時間まで多分値段変わんなかったと思われです。そっかそっか、だから平日の料金にプラス400円ぐらい、うんうん、もんちゃんは率直に素直にリピートはありかなしか、うん、え、ありありだよね、うん、やっぱりだよね、うん、あのまあ一応ね女性2人の目線でリアルに言うと、うん、まあ、やはりいびきが聞こえたりとか、うん、まあ、空調のね場所によるのがちょっと蒸し暑かったりね、うん、まあそれはねすんごいフローラのいい匂いがするわけではなく、うん、まあ人が住んでるような香りが、うん、いや、うん、そんな悪くなかったけど、うん、そんな悪くない、あの、うん、別に今大げさに言ってるわけでもないんだけど、うん、まあ普通の満喫だよね、うんうん、で後から気づいたんだけど、うん、あのお味噌汁とかスープがすごく良かった、うん、あれ無料だよ、飲みたかった、うん、そうで、もう一つはたまたまだと思うんだけど、うん、あのジャンプの26巻が2時間23分返ってこなかったのね、うん、で店員さんに一応確認してもらったんだけど、うん、欠品かお客様が読まれてるかわからないって言われた、うん、で私はゼブラコミックみたいなサイトでバックナンバーを買ったので、うん、いる間にね、うん、まあ、そういったこともあるかもしれない、うん、まあでも全然、でもつながりを気にしなかったらね、そうそうそう、全然違う漫画読めばいいやとか、そうそうそう、別にじゃあジャンプはやめてセイントお兄さんにしようかなと思ったんだけど、うんうんうん、私はもうワンピースが読みたくてもうでもね本当素晴らしかった、うん、もうね快活クラブも素晴らしかったけど、うん、もう小田先生ありがとうっていう感じで、うん、私はこれも小田先生へのお布施だと思って、うん、とてもいい作品でね、私もすっごい良かったよ、宇宙兄弟、ね、なんか横でケラケラしたり笑って泣いたり、泣いたり、そうそうそう集中できるよね、だからできる、できる、うん、うん、そうだね、だからあのちょっとお金はかかるけど、ちょっと家でね編集にちょっと飽きてきちゃったりとか、うん、ちょっと環境変えたいなって時は、うん、ファミレスとかよりかは集中できるような、うん、あの電源もあるし、ね、もちろん Wi-Fi も飛んでるし、うん、しかもね、私思ったんだけど、どっか旅行先行った時に、うん、ちょっと夜過ごすだけとかなんか快活クラブありだなと思ったの。そうだね、シャワーあるし、なんか一泊だけ東横インで8000円1万円ぐらいするんだったら、うん、快活クラブありだなと思ってなんかね、使いようによっては、うん、でもともと私が快活クラブを知った原因っていうのが、うん、あの車中泊の、うん、キャンピングカーを乗って、うん、YouTube 活動されてる人の動画見た時に、シャワーはどうされてるんですかって質問に対して、うん、快活クラブって言ってるだったのであのその人が言うには銭湯に行くこともあるけど、うん、快活クラブに行くことのが多いって言ってたの、うん、だからそういう風にもうキャンピングカー買って、うん、日本全国行く時に、うん、快活クラブに泊めるってのありだなと思ったので、ね、うん、だからあの本当に使い勝手がいいってそうだね、ね、ちょっとパンドラが開いちゃって、うん、だって平日3時間1250円でいいんでしょ、ね、ソフトクリーム食べ放題でさ、うん、まあ、もう非常に大満足ということで、うん、でここのねビル実はね
山沢さんっていう有名 YouTuber さんがやってるジムが、うん、フィットプレイスっていうのが2階にあるのね、うん、でここ3階が快活でしょ、うん、4階くら寿司なの、え住めるんじゃないみたいな私さフィットプレイスでジムやって快活クラブでシャワー浴びて住んで、でお寿司食べたくなって丸くしたくなったらさ上に行くっていうね、確かに私このビルで全部住むなみたいな、まあ、とにかくねまた一つね知見が広がったというので、はい、とても楽しかったです、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。公園に行きたいと思います。はい、ちなみにこれがねフィットプレイス、こちらもこんな安いんだよジムが、うん、すごいね。ということで皆様も来てみてはいかがでしょうか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。